こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。すべての経済指標が過去最悪を記録し、財政大赤字で経済崩壊しているあちらの国ですが、経済成長率が金融危機以来の数字を記録しているようです。それではあちらのメディアのニュースとネットの反応を見ていきますね。いつも温かいコメント応援ありがとうございます。皆様のおかげで頑張ってます。今回も最後まで見てもらえると嬉しいです。それではニュースの詳細です。2019年の経済成長率 2.0%、 韓国経済が最悪の成績表を受け取った。韓国政府は市場の心理的マジの線を守り抜いたと評価した。しかし 2.0% の中にある含意はそれほど簡単ではない。以前も年間成長率が 2.0% に満たないことはあった。世界的な金融危機直後の2009年に 1% 未満に下がったし、通貨危機の衝撃を受けた1998年にはマイナス成長も経験した。しかし昨年の 2.0% は大型の悪材料もない状態で取った成績だ。米中貿易紛争、半導体景気の不振が1年を通して負担になったとはいえ、通貨危機、金融危機とは比較にならない。1960年代から90年代まで韓国経済は年に 7.3 から 10.5% ずつ高速成長した。2000年代まで都市平均 4.9% を維持した。しかし2010年以降、成長動力が急激に落ちた。高速成長を牽引した主力産業が揺らいだが、これといった代案を見つけることができなかった。少子高齢化という構造的な難題が本格的に成長の足を引っ張り始めたのがこの頃だ。2010年代の都市平均成長率は 3.3% だが、金融危機の反動で 6.8% 成長した2010年を除けば、すでに 2% 台だ。最近はさらに悪かった。5年のうち4年が 2% 台だ。そうするうちに、最終的に 2.0% になった。低成長は全く予想できなかったわけではない。現代経済研究院の分析によると、1990年代までに 7% 台だった韓国の潜在成長率は、2016年から2020年に 2.5% に下落した。韓国銀行は、2019年から2020年の潜在成長率を 2.5 から 2.6% 程度と見ている。期間別に差はあるが、2026年以降 1% 台に低下するという点では意見に大きな相違はない。潜在成長率は国が持っている労働と資本、生産性を総動員して実現できる成長率の最大値だ。これが低くなるということは基礎体力が弱まったことを意味する。潜在成長率を引き上げなければ雇用創出も収入を増やすこともますます高まる福祉の需要を満たすことも不可能だ。短期対策に依存した側面もある。昨年の成長率 2.0% のうち 1.5% ポイントは政府の役割だった。2009年以来10年ぶりに政府の成長寄与度が民間の成長寄与度を 0.5% ポイントを超えた。急降下する潜在成長率を食い止めるのは容易でない。まず労働の側面では、少子高齢化が足を引っ張る。少なくとも20年以上韓国経済を蝕む怪物だ。経済規模が大きくなったせいで、以前のように資本投入が大幅に増えることを期待することも難しい。結局は経済全般の構造改革により生産性を高めなければならないというのが専門家の共通した意見だ。それではネットの反応です。左派政権保有国の当然の結果物である。
欧州経済先進国は経済が高度化し成長規模率が小さい。しかし韓国は中心国の水準で彼らより劣りなら災いに近い民間経済が崩壊するということだ。一足に押しめてムンジェイン首領様を迎えて社会主義共生大国建設すれば機会は平等になる。その過程で公正結果は正義のため門の時代が開かれるでしょう。そうだ、韓国は貧しくなるのだから飢えていけよう一生懸命節約をしながら金正恩にへつらう練習をしなければ。どうでしたか？あちらは自力で何もできないのに妄想と願望ばかりで事実に向かい合ってないですし、仮に半導体持ち直しても台湾と日本で製造再開したから市場が分散する。頭打ちなのは誰もが予想できますね。どこにも成長する要素はありませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。